子供たちによるクリスマスの劇でした。この後、歌の合唱があります。誰でも参加できますので、皆様ふるってご参加ください。それでは最後にもう一度、出演したみんなに大きな拍手をお願いします。はあ、エリさん、お疲れ様。飲み物を買っておきましたわ。こちらをどうぞ。ありがとう。悪いわね。いやー、それにしてもエリーは落ち着いてたね。うん、とってもかっこよかった。生徒会長だけあって、マイクの前に立つのは慣れたものね。そんなことないわ。とっても緊張してたのよ。でも子供たちが頑張ってるから、私が失敗するわけにもいかないじゃない。あの子たちの支えになれていたらいいんだけど。それなら心配いりませんわ。エリさんの堂々とした姿は子供たちのお手本となるような立派なものでした。そうだよ、かっこいいって。アイさんもしびれちゃった。アイさんが子供だったら、あのお姉ちゃんみたいになるって言ってたかも。わかる、小さい頃って年上の人に憧れるもんね。それって誰のこと？もちろんお姉ちゃん。お姉ちゃんはとってもかっこよくて、ルビーの憧れなの。今も昔もずーっとお姉ちゃんはルビーの憧れ。言い過ぎですわよ、ルビー。めちゃくちゃ嬉しそうにしてるし。さて、あとは合唱ね。うん、キャロルをみんなで歌おう。始まるまでもう少し時間があるわね。その間みんなのお手伝いをしましょうか。うん、できること全部やりたい。お、みなりってば燃えてる。子供たちの頑張りを見たら燃えてきた。リナちゃんボードメランメラー。